ここだけ一般人から見た麦わらの一ミスれ。に対する読者の反応集。麦わらのルフィ、新四皇の中でも頭脳派だよな。16天将は新時代の幕開けの演出だったと思うと正直かなりかっこいいぜ。頭脳派かどうか知らんけどエニエスロビー壊滅はちょっとやばいと思う。黙祷するのが逆に怖えよ。インペルダウンで悪党解放しといて黙祷とかしらじらしいよな。Y は正当な歌をた、推しが5番目の皇帝と彼縛れらしき何かから変な事態になってあっという間に死んだ。エニエスロビーもやべえけどインペルダウン襲撃とかやばすぎだろ。しかも後の四皇バギーと最初に遭遇したらしいし、やっぱり秘密裏に計画してたんじゃね。天竜人を殴り飛ばすなんて何を考えてるのかわからない。でも少しスッキリした。ここだけの話だけど、イーストブルーのオレンジの街は四皇バギーとルフィの血統の地だったらしい。トットランドへの襲撃がビッグマム海賊団の威力偵察に過ぎなかったってマジ？まさかワノ国に誘い込んで罠を張り、カイドウと同時に仕留めるまでが計画とはこの李白の目をもってしても。暗殺に失敗したのも作戦だったんだな。よく考えてみればビッグマム殺せてもカタクリたちに襲われて終わりなんだぜ。あの一味、医者とかいないのかな？クルー全員が賞金首だけどそれっぽいやついないよね。怪我や病気になった時どうしてるんだろ。やっぱ巷でよく言われるゴッドウソップの奇跡説が有効か。一見すると行動に一貫性がなくて怖いと思う。麦わらの一味って何だっけと思ったらソウルキングがいるとこか。ソウルキングはガチで好き。少し前に麦わらがうちの島にやってきたんだけどよ。最初怖かったんだがファミチキあげたらめっちゃいい感じの兄ちゃんって感じだったぞ。やっぱり手配書って怖がられるように作ってるのかな。それ麦わらの名を語って美味しい思いをしようとしてる偽物だよ。嘘だろ。ゴッドウソップとか手配書だとどう見ても怖いけどな。ドラゴンの息子ってマジか。親子ともどもやってること革命家すぎるだろ。麦わらの手配書っていつも怖いくらい笑顔だよな。市民や海兵や相手の海賊をボコボコにして倒れ伏した姿嘲笑っている姿を撮ってんのかな。やっぱり。でもうちの国助けてくれたよ。噂が一人歩きしてるだけでそんなに悪いやつじゃないと思うんだよな。そうでやんすよね。うちの国に来た時もお礼に食べ物をおごらせてもらったでやんすが、お礼に20年の悪政でボロボロになった国を救ってくれたでやんす。でもあいつ天竜人でも構わず殴るんだろ。いくら縄張りで横暴しないって言っても怖すぎるよ。正直他の今までの縄張り争いしてる海賊どもと何が違うんだよって思うよな。国を助けたとか、単に縄張り増やすのに邪魔だっただけだろ。2年前に手配書にあったソゲキングだっけ？あの長くて先が丸い花はどう見てもゴッドウソップと同一人物だけど、なんであいつ仮面と偽名使うのやめたんだろ。お前ヤプか？あんなイカスヒーローみたいなマスクつける男が、血まみれで天を仰ぐ冷酷な男と同じに見えるのはさすがに眼科医系。エニエスロビーの旗燃やすようなヤバいやつだぞ。仮面取ったらそりゃあんなヤバい面が出てくるだろ。俺はソウルキングを麦わらが海賊に引き込みやがったこと、まだ許してないからな。なんでインペルダウンを襲撃するようなあんな凶悪犯罪者に。新曲でねえの辛いよ。麦わらがあの歌声を独占してるのずるすぎねえか。世界一の女性歌手が海賊嫌いの歌なら、世界一の男性歌手がソウルキングだったもんな。尊敬する業界人の一人が麦わらの一味に加わったのまだ知らねえんだぜ、あの子。何か噂で聞いたけど歌も麦わらと関係あるらしいぞ。確か幼馴染みだとか。この手で首を絞めたい海賊、堂々の第一位に麦わらが滑り込んだは許せねえ。何が許せねえってあんな幼馴染みがいるのに海賊やってる点と、今まで歌の口から麦わらのこと聞かないから下手すやソウルキングの件と合わせて知らない可能性ある点。ソウルキングは麦わら入る前からもともと海賊だったらしいじゃん。なんか音楽の才能でみんなごまかされてるけど、むしろ賞金首のくせに堂々と芸能活動してたってことの方が異常だわ。ルンバー海賊団の頃からの古参ファンだよ悪いか。むしろあいつらなんで海賊旗を掲げてたんだよ。活動内容ただの海上音楽隊だったぞ。お前いくつだよ。ロジャーが海賊王になるよりずっと前の海賊団だぞ。13の時に聞いて一目惚れして御年63だが、インペルダウンの脱獄犯に島を襲われた。それもこれも元はといえば麦わらのせいだ。絶対に許さない。まずエニエスロビー崩壊させるやろ。続いてシャボンディ諸島で天竜人ぶん殴るやろ。そこからインペルダウンに乗り込んで凶悪犯を大量脱獄させるやろ。何がしたいねんこいつ。震え声。海軍本部反壊させたの。マジで怖い。
海軍はあいつら止められないってことだろ。もう俺たちの秩序守ってくれる人いないじゃん。でもこんな奴でもペットのタヌキに綿あめあげてるんだよな。やっぱり海賊にとって民衆はタヌキ以下なんだ。普通のタヌキには角もひづめも生えていないことをお前に教える。絶対フランキー将軍、元サイボーグ、フランキーの実験動物だってあいつ。さすがに悪魔の実なんておとぎ話の産物を食わせたわけでもあるまいし。辺境すみか、悪魔の実なんてグランドライン攻めすらしくないぞ。グランドラインマウントやめてください。サウスブルースミもいるんですよ。まあ俺も言うて前半すみだけどな。でも四皇や七部会なんざ本人や幹部はもちろん、下っ端でも能力者がいるんだぜ。あの最悪の世代もほとんどは能力者だしな。だからバライとか言ってうちの店の料理タダで食って言ったんだけど、四皇にすらなったんならそろそろ払えるだろ。払ってくれ。タダ食いのせいで経営傾いて閉店した店もあるよな。たまに海軍ってよくわからん懸賞金つけるよな。ベッドに懸賞金とかいる？手配書を取り寄せる案内所として、仕分けの無駄だし邪魔なんだけど。ほら、一応ベッドがいる、イコールその海賊団がその島にいるんだし顔は知られとくべきだろう。ベッドだから捨てられる可能性も考えての額だろうし。海賊なんてどいつもこいつもただの狂人。ビッグマムの縄張りの上、高みの見物。上納さえ切らさなければやった四皇よ。ちょくちょく変わる七部会とは安心感が違う。お前に薄見てねえのかよ。ビッグマムは敗北したんだぞ。はぁ、あ、嘘だろ。俺が子供の頃から四皇なんだぞ。麦わら、きっと牢の海賊同盟がカイドウとビッグマムを倒したの知らねえのかよ。それで麦わらが新たな四皇になったんだぞ。最近気が滅入るニュースしかないから積んでたニュース食う見たけどマジじゃねえか。ドイツも数年前の新人とか、どうなっちまうんだ世界。速報、七部会制度の完全廃止が決定。恩赦取り消しにより現、七部会の捕獲に海軍が動く模様。イーストブルー生まれイーストブルー育ちの俺、悪魔の実なんてものが存在すると信じてる奴がいることに笑いが止まらん。お前頂上戦争見てねえのか？とびきりの能力者が集まってたろ。映像でんでん虫ができたの割と新しいだろ。まだ普及してない島かも。あの時ってほとんどの映像中継切れてなかったか？たまたま一つだけ繋がる映像でんでん虫のチャンネルがあったから俺は見れたが。2年前にトーンダイヤル普及し始めてから、ソウルキングは俺の生きがいだったんだよ。あれ聞いたらもう腕の悪い島の楽団の音楽で満足できねえよ。ノースブルー在住だけどグランドラインに負けてるとは思ってない。俺らには海の戦士空があるから。麦わらの一味の黒足がジェルマのステルスブラックだって聞いたけどマジなんだろうか。マジならサイン欲しいな。さすがに草、あれ作り話だよ。フィクションで思い出したが、この前死んだジジイの口癖が、道家のバギーと麦わらのルフィって海賊がいるだろ、あいつらは次世代のロックスとロジャーになるぞ、だったんだが。ロックスって誰か知ってるか？あのジジイボケてたからロックスについて聞いてもろくな返答なかったんだよな。世界最悪の海賊団の頭領だな。当時のビッグマム、カイドウ、白ひげ、金獅子、キャプテンジュンとかいう化け物とも従えてた魔王、若きガープがロジャー海賊団、当時の赤髪、占領道家、鬼の跡目、と五越道衆しながらじゃないと倒せなかったらしい。俺もじいちゃんの遺言で知ってたんだが、末期のボケじゃなかったのか。マジかよやべえやつじゃん、ジジイの予言当たるかな。当たったら因果が巡ってるよな。通貨当時はまだかっこいいからって理由でわざわざ申請してまでドクロ掲げる冒険家が何人もいて、海軍に捕まっては厳重注意を受けて、みたいな笑い話まであったんだ。ゴールドロジャーにワンピースのありかを聞いたバカを俺は生涯許さない。あの宣言のせいで大海賊時代とかいうクソみたいな時代が始まったからな。ルンバー海賊団とか聞いたことねえやと調べてみたら50年前の海賊って、大海賊時代が始まってすらいないじゃん。一般人の割には情報通揃いだな。今はだいたい8人と1匹か。今や四皇麦わらのルフィ、天竜人を切ろうとしたと噂されるぞろ。ノースブルー最悪の国の王子、サンジ、天候を操る女、ナミ、悪魔の子、ロビン、鋼鉄ロボ、フランキー、ソウルキング、ブルック、解放の狙撃手、ゴッドウソップ、わたあめ大好きチョッパー。ペットとは家浮いてるな、わたあめ大好き、は。あれ？元七部会のジンベイが参入したとかこの前の新聞になかったっけ？てかシャボンディー諸島で天竜人殴ってインペルダウンで囚人解放してマリンフォードで大暴れした話だけど、シャボンディー諸島からインペルダウンってどうやって行ったんだ？鹿
かも麦わらの一味全員じゃなくて麦わら一人で暴れてるんだったよな。おかしくね？さすがに大海賊だし俺らの知らない技術とかルートとかあるんじゃないか。ここでさえ空島があるだのないだの情報格差があるんだぜ。今更だけどこの技術、ニュース空母かと違って情報の真偽はわからないけど、遠方にいる人たちと気軽に情報交換できるって地味にヤバくないか？新聞王、こんな競合相手に対して何の対策もしなかったん？映像電電虫が確か3年前くらいからだろ。トーンダイヤル量産成功が2年くらい前。最近の技術革新ヤバいよな。海軍にドクターデカパンツって学者が来てからすごい速度で技術が進化してるんだよな。メガパンツじゃなかったか？メガパンツだったと思う。麦わらがイーストブルー出身ってマジ？あそこって大した賞金首もいない平和の象徴みたいな海だったのにな。なんでも山賊の一人が56人も船長を殺しちまったせいであの海のレベルが下がったみたいなんだよ。ほら最弱言われてるが、ロジャーやカープを筆頭に、世界レベルに強い奴らよく出てるだろ？あそこは英雄ガープの故郷でちょくちょく帰郷してるらしいからな。それで大体の海賊はぶちのめされるから、生き残ってる奴はよっぽど運がいいか危機察知能力が高いってことになるし、そうして生き残る海賊は名が上がってガープに注目される前に、グランドライン行っちまおうってなるから、イーストブルーに残るのが大したことないだけで、出身のヤバさで言ったらマジでやべえよ。麦わらにドラゴン、海賊王とその息子もイーストブルー出身だからな。ニュース食う毎日読んでるけど知らない事件やら出来事やらが溢れてて怖すぎ。あんたら一般人か？政府の人間紛れてないか？ここ見てて実感したけど、いる海の違いで情報格差やばいよね。新世界生まれだけどイーストブルーでは悪魔の実が伝説扱いとか、そっちの方が信じられないや。ただでさえ世界がとんでもないことになっちゃってるのに、新技術で世界がどう変わっちゃうんだろう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。